皆さんこんばんは、ベセスダニュースのお時間ですということでですね、今回から進行そして MC 役を務める鈴木則明です。よろしくお願いいたします。そして、ベセスダニュースでサブ MC を務めます XQQ と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ベセスダニュースもなんと第2回ということでですね、はい、前回はですね太陽がいましたね、はいはい、その前回のやつもちょっと見ていただいたということで、太陽を盛り上げてましたか、どうでしたか。いやもうだいぶ盛り上げてました ね、よくわかんないところでね、よくわかんないボケをぶっ込んで、そう自由にやってたよね、はい、太陽よりもちょっと今回別のニュース盛り上げていけるようによろしくお願いします。なるほど、うん、頑張ります。頑張ってください、はい、頑張りますプラスですね、あの今回は第2回ということで、はい、スペシャルゲストの方に来ていただいております。本日のゲストはこちらの方です。どうぞ。はい、どうも。そんななかなかね、そう仰々しい人と言いますか。あ、どうも、ベゼスタジャパンコミュニティアンバサダー。いや、違う違う、そんな嘘や嘘や。お願いします。勝手なこと言うな、勝手。番組の概要だけ改めて説明させてください。はいはい、このベゼスタニュースはですね、ベゼスタで今一押しのゲームの楽しさをリアルに視聴者の皆さんに伝えるため、私とそして XQQ、そしてゲストであるオニアさんのみんなで楽しみながらゲームをプレイしていってですね、ああじゃないこうじゃないみたいなことを言い合う、そういう番組になっております。今回なんとゲストであるオニアさんに、もう主にはプレイしてもらおうかなと、ぜひね思っております、ね、はい、もうじゃあ僕全部やっちゃいますわ、はい、全部やっちゃうんだよ全部やっちゃうんだ一応ね、本当に申し訳ないです。もう今日ノリアクさんと XQ さん一回も、はい、ゲームのコントローラーすら触れません。もうじゃあもう見るだけなんだ、まあね、これだ。お姉さん結構ベセスダのゲームっていうのはもうめちゃくちゃ自信ありますね。自信ある。 XQQ さんベセスダのゲームどうですか。まあ、僕はね、本当昔からまだオブリビオンから自分が初めてパッケージで買ったゲームが、はい、僕オブリビオンなんで。あ、そうなんだ、はい、ゲームメーカーさん、まあ、お姉さんにはまあね負けるかな。ちょっと僕も負けられないっすね。XQ さんってオニアさんとお会いしたことって初めてですか。いや初めてではないんですよ。ありますよね、ブラザーぐらい、まあ、ブローちょっとネイティブな感じ、うん、まあ、ブローなんなんそれは。僕やっぱゲーマーとして来てて2人にやらしちゃったらそれ僕の恥です。あ、まあ確かに確かに、それはさすがに僕はゲストとして呼んでいただいてて、うん、なんか壁がありましたと、ちょっとお願いしてもいいですか。ないです、ゲーマーだもんね。それ引退ですわ。だから今日プレイしに来てんだもん、強気でね。まずないです。本日プレイしていただくゲームなんですけれども、エルダースクロールズオンラインとなっております。このゲームはですね20年以上の歴史を持つ人気 RPG シリーズの MMO 作品となっております。はい、マルチでも一人でも楽しめるこのゲームはですね、プレイヤーは中世を舞台にした広大な世界を剣と魔法を駆使して自由に巡ることができるというふうになっておりまして、ついにあの先月ですね日本語コンソール版が発売されたということで、今回はせっかくなのでそちらの方を一緒にプレイしていきたいなと思っております。まあ、エルダースクロールシリーズといえばね、結構本当に PC 版の印象がそうですねかなり強いので、まあ、本当はやっぱここでコンソールで、ね、遊べるようになったのはすごくいいですよね。で、プレイ中ですね、まあ、いろいろ困ったこととか、これどうしたらいいんだろうみたいなことがあれば、ベセスダニュースの天の声さんが助けてくれます。こんにちは、本日は天の声を担当させていただきます。ベセスダソフトワークス日本コミュニティ担当のレイナです。いやちょっと申し訳ないです俺、逆に今日天の声さんの出番ない。あ、そうですよね、そうだよねかもしれない。さあそれではですね、早速エルダースクロールズオンラインプレイしていきましょう。リーディングスクロール、なんだそれ、なんでそれ、知らない、知らない、知らねえ。エルダースクロールシリーズ実は見る初めてだっていう視聴者の方もねいると思いますので、冒頭から1時間ほどこのゲームもう本当自由にプレイしていただきたいなと。その早速、あ、もうクラスから、あ、いいですね、これもう全部これじっくりやっていいんですよね。僕ね、なんか聞いた話がねあんまり伸びるとメンテナンス来ちゃうみたいなそうなんだよね、ちょっとまあまあ一応我々ちょっと若干時間に追われてる部分はある。なんかオニアさん、なんかやりたいクラスとか気になる文字がありますよね。まあドラゴンナイト、まあまあわかりますよね。でソーサラ、魔法使いですよね。ここですよ、ネクロマンサー。ネクロマンサーなんだ。まあこのキャラだけなんかね、赤文字で注意があるんですね。確かにそうだ、赤文字がどんなもんか見ていこうかと思います。お願いします。気になったのは赤文字なんだね。赤文字なんだ、色だね、うん、色なんだよ。キャラメイクって自分に近い方がいいと思っていて、しっかりもう僕自身を投影できればと思います。没入感ね、同盟もありますよ。あー、同盟いいですね、うん、あっこれね、ごめんなさい、大丈夫ですよね、大丈夫ですよね、これは何かというとあるあるなんですよね、 A と B の方がやっぱ、うん、そうね、
まあ、これは僕ね、やりすぎですよね。これやりすぎですよね、うん、これはちょっとマッチョすぎる。これはもう俺じゃないだろうと、ちょっと気持ち鍛えてるね。こんだけ話して普通オブ普通のとこ行ってる。真ん中の真ん中、この辺でちょっとね、タトゥーに関しては僕、持論いいですか。はい、持論。お風呂が好きでね、はい、なんかのりやきさんなんかともたまにこうね、うん、共通のマイホームがあってサウナの同じ場所なんですよね。そんなことないけど、ね、うん、タトゥーね、立ち入り禁止なんですよね。それやっちゃうとお風呂意識して、あ、これいいですね、これでいていいですか。お風呂意識してんのこれ、本当に本当に相当いいですね。このぐらいちょっと鍛えたいっすね。願望自分に合わせんじゃねえ、うん、これいいですね、すごい。没入どこ行ったんだよ、没入。テーマがありまして、はい、歴戦の英雄なんだけど、うん、何かこう風呂のなんか事故に遭遇してボスを倒して昔に戻っちゃうんですよね。まあ、ありがちですけど、はいはいはい、あれ、これは若い頃の俺、よし、あの未来を変えてみせるっていうテーマ性がありまして、あ、勝手にストーリー書き始めたけど。で、回帰したので、はい、年齢はもう若い時です、一番若い時、はいはい、本来これなんですよ。不幸にも負けてしまったんですよ、敵のボスに、強いやつに、魔王みたいなやつに。うわー、私ではダメだったか、あれ、この体はまだチャンスがある。お、大丈夫か、これあと5分でいけるか、これ。あ、すごい、あ、確かにいいですよ、まあ、おなんだ、なかった、これグラさんあったりしない、これ。グラさんに近い、一番近いのはでも眼帯なんじゃないこれ。でもこれ右目に傷、左目に眼帯って、これ怪我したらこれ両方見えないですね、これね。これ右目の傷治るまで大丈夫だったんだな、これ生活。俺高校時代こんな感じでしたよ、俺は。本当？どうすかね、本当に？髪切ってないだけじゃない、それ。今のところやっぱ一箇所に1分かかってるんで、うん、多分もうね、5分は経ってるから、うん、任せてください、僕タイムカンキーパー完璧できるんで。嘘だ、今日遅れてきただろ。完璧に僕もやったです。遅刻してきただろ。やっぱりこの黒いいですね。ちょっと黒い。それ黒じゃないですね、ちなみに。これ。皆さんがグラサンしてるから全部黒に見えてるだけなの。結構黒だと思ってて今これ。で、目の色はもう夢があるんですよ。うん、真っ赤なんですか、灼眼。灼眼。だから元々僕の生まれは追われたんですよ。そういう、なるほどね。密猟者に、はいはい、密猟者に襲われたんですよ。やめろ。俺のお母さんをって言って、あんただけは逃げてて隠し鶴で行けるんですよね。で、国境が焼かれたんですよ。だから僕は今復讐に向いて旅してるんですよ。あれ、それ今なんか鎖とか持ってます？今僕もっと本持ってますね。そのまだサウナと出会う前ですね、テーマとしては。テーマありすぎだろ、自分の故郷への、うん、あいつは許さないと。だからそこからサウナに出会ってこう心が溶けていくという。早く終わってくれ。3、2、1、はい、ありがとうございます。名前をやるからにはもう名前は僕はこれ本名でいきますね。これ 本名なんだ。小文字の湯どうやってやるんだこれ。いか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 、これちょっとすみません、壁当たっちゃいました。あの、ベセスダニュースのレイナさんが助けてくれる。ちょっとレイナさん、僕ちょっとすみません、全く関係ない名前に言うんで、ゲームと全く関係ないってことで申し訳ないんですけど、ちっちゃい湯の出し方を教えていただきたく。あ、出てきた出てきた。おお、もうベセスダ1ミリも関係ないところで助けてもらってるもんね。ちょっと可愛くしていいですか。はい、あの、小学生ありがちなビッグマーク多め、純喜。おお。なるほど、文字が作れないって。ここでまさかね、この赤文字の伏線回収する。伏線回収、ね、これが多分これでいける気がする。これ無理だと僕はもう公式 NG になってますね、これね。存在が純喜 NG になってます、うん、プレイする。はい、 OK、 じゃあこれで、終わりで、はい、で始めましょうか、はい、いざ、 異世界への道へ、はい、名前で10分かかったよ。名前使われてる。純喜使われてる。なるほど。ねえ、もうこれまで被っていったら僕はむしろあっぱれ。できるものになってみろって感じですね、この発想。まあさすがにね。行くでしょ、これ。あ、行ったよ。行った行った。よかった。やっとじゃん。やっと来た。やっぱ一個上のね。拍手が起こってる。時間かかりすぎて。キャラメイクで拍手って起きるんだ。スタジオ内で拍手が起こってる。さあ、こから、チュートリですか。はい、まずはちょっと操作方法からですね。さあ、盾と剣、ここで武器選ぶって感じですね、うん、ネクロマンスはやっぱりね、できればやっぱ後衛にいるイメージじゃないですかね。僕ゴリゴリ前行きたい。両手もできます。なんでだよ。ネクロマンサーの下り何だった。おそらくチュートリだから多分敵との戦闘がありそうな気がして、画面上部に行く場所が出るんだね。あー、このゲームは。なるほどなるほど。じゃあノリアンウェイ行きます。ノリアンウェイ、ノリアまではね、友人のリびっくりしちゃった俺も。お、木が入ればって。あ、あら、なんかいかつい。え、これ何、あ、テクだこれ。お、魂が。さあ、やり合おうか。戦う。
やばいきなり武器の構え方武器が構えるで武器やるかおいえはいはいはい RT 右トリガーか防御左トリガー、LT、はい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 おおナイスちょっとこう腐れ見えない見えない絵がさ絵が死んでるんだちょっと見えないんだ絵とこがちょっとよいどらあとちょっとおらおいあいいですねはい祈祷しこら祈祷するなこらオールラトおーエルフっぽくない戦い方だけどさあ武器庫今のところネクロマンス要素全然ないなやっぱねネクロマンサーも全てやっぱこのフィジカルスタートですよフィジカルなんだ結局ここでやっぱフィジカルがロックピックロックピックじゃんエルダースクロールシリーズといえばねやっぱロックピック結構面白いですからあー来ましたはいおうまいうまいですよすごい、まあ、ちゃんとできるやってますからねこれバレちゃいますよ僕もキプレイっていうのがあこれねリアルだったら僕うまいですよめちゃくちゃこれそれはダメだ言わない方がいいやつこれ僕悪いやつよこれ僕悪いこれうんまあ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 ああもう武器庫に興味がないというかそんなに愛着湧いてんだもんこの武器でやっぱ行きたいですねネクロマンサーとして行きたいんださあノリ綺麗な場所だなチャンピオンやろうか俺と来いよお、範囲攻撃避けてなんか、後ろからこれね、エブ代わり引きます、うん、お前ならいけるやめんのいや、もう3対1になっちゃったよああきついな引きますやっぱり実力的に厳しいからきつい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 えマジでこれ、道行く者全然喧嘩ってませんねこれ、うん、多分1体ずつやった方が良かったんだろうなスキル来たいいですね、次に来た天の声聞いてもいいですかこの中のおすすめアビリティみたいな多分一番やりやすいのがやっぱ炎のスカルとかが結構最初の方は距離が遠くプラスまあ間近もあるっていうことなのでまだオニアさん遠距離から攻撃する気はないそうですね、まあ、今シノカワも見てますねじゃあなんで聞いたの説明聞いてるのにもうシノカワ見てます僕ずっとシノカワ行きますなんで聞いたんだよなんか栄翔をしたいな栄翔したい今この死を貴様に死の鎌起動貴様を命を刈り取ろう強いねデスサイズキラーダサいダサいねダサいベセスダニュースはいということで、まあ、そろそろねプレイに慣れてきたんじゃないかなと思いますんでまあ、オニアさんにはですね今回のアップデート内容の一つである果てしなき保管庫というミッションにチャレンジしてもらいたいと思いますいっちゃっていいっすか一応ね、うん、僕のデータで進めまして一応こんな感じの装備になりますいやいやそう進めて強すぎじゃない、うん、急に一応こんな感じですね嘘だろちょっと僕のメインデータ持ってきましたねああそうなんだ普段なんかやってたみたいな感じのこれから挑戦していただくやるかおい果てしなき保管庫を、ね、やるか俺とオニアさんにやってもらうんですけど装備ではあかんだろ格違うんだ、はい、あのこちらですねあの第40弾のアップデートで登場した新しい武器になってましてあのハルメアス・モラの謎めいた要塞で迷宮のような通路を進みながらモンスターと戦う連続狩猟ミッションになってます格違うぞこれウェーブで来るって感じなんですかね、はい3回敗北すると探索が終了してしまうのですね、まああのまあ、ここだけもう手だれのオニアさんビビれよお前3回敗北ってことはないと思うんですけどもビビったか俺に、まあ、あの報酬獲得を目指してねオニアさんには頑張っていただきたいと思っておりますビビ、ねこいつねはい、格が違うんだなと、はいね、多分オニアさんは何もね聞いてないかなと思うんですけども、はい、それではですね早速、プレイしていただきたいと思います、はいはい、ということでまずミッション、行くとこですよねそれどこをやって移動すればいいかちょっとレイナさんに教えてもらいつつですね、はい、ちょっとその場所に向かおうかなと思うんですけど了解しました場所まずはねあのマップの方を開いていただいて、はいはい、すいませんちょっとマップの開き方がちょっと分からなさそうなので教えていただいてもいいですか、ね、はいあのコントローラーの失礼決闘申し込まれましたコントローラーいやダメ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 答えない答えないのがまずいさこれ確かこれアポクリファですよねはいそちらでございますいやマップがめちゃくちゃ広いですねやっぱり来ちゃいましたね果てしなき保管庫ちょっとじゃあ行ってもいいですかよし行きましょうかああまずはわがまがしい雰囲気をおさあお願いします、ね、いいですねこの世界観ダークファンタジーな感じがして僕好きですよまあやろうかもう出てやられてるぞやられてるぞ俺とやるかおいちょっと分からせちょっとやばいかもやばいかもう体力やばいかもう体力分からせようか思ったよりやっぱ強いですねこちらでもなんか継続ダメージみたいなの食らってる相当俺装備いいはずなんですけど走ってるからかなちょっと回復しますわあま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 あ一回まずこれ1回目ね
相手を間違えないよと。燃えてない燃えてない大丈夫、やっぱこういう時、まあ、魔法を打ってくるやつから倒すみたいなのがね、一旦まあ栄翔者から倒したいですね、はい、これ回復どこでやればいいですかね、はい、RB 回復すかこれ普通ガードですねなんかもういろいろボタンを押してみたら燃えたねまずいね、弓とかそこら辺を使った方がやりやすいかなと思いますね。ちょっとじゃあここでもクリアシーンってことでいいですかね。ちょっとじゃあ、はい、クリアシーンの収録に入るんだ今から、はい、クリアシーン入ります。はい、ヒットアンドウェイでスキルもありますからね、うん、いいね、スキルを使い始めた方がいいですね。あ、全然ありそうよ、ありそうよ。クリアシーン、やっぱクリアシーン。さあタイマン張ろうか、頑張れ。これお姉さん HP が、お姉さんちょっとやばいかも、そろそろ。お姉さんちょっとマジでやばい、回復しまるんで問題ないです。お姉さんマジでやばい、回復しまる、頑張って頑張って。カニカニ、ホーミングがすごい。あ、強ポジ強ポジ、頭1個。お、あ、じゃやばい、やばい、お姉さんマジで、お姉さんマジで、お願い、なんとかなってる。あと一発じゃないこれ、あと一発。いや、おお、よっしゃこれで、じゃああの次が次僕来るから。あ、くんないんだ。そうなんだよ。気持ちいい時間くんないんじゃないこれ。そう、そうね、うん。すぐ来るんだこれ。よくちょっと XQ さんやってみますか。ちょっとやってみましょう。おお、一旦、まあ、一旦ね。僕こそ一番デバイスが違うんでね。そうだよね。そうだよね。そいつ倒せるかな XQ さん。ちょっと難しいからそいつ強いんで。まあやっぱ結構ね、毎回違うね。ちょっと難しいんだね。ラインナップが。うん。でうまく回避も使わんと、あ惜しい。 XQ さん、そのむずいんすよ、第一ウェーブむずいんすよこれ。じゃあ、うん、俺なの俺もやんだ。まあまあ、やっぱ3回死ねますからね、これね、エイムできないです。そうだね、ちょっと、月とかね、あまり分からなくて。やばい、めちゃめちゃ燃えてる。あ強い強い強い。ちょっと待って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 、俺の敵異常に強くない？ちょっとじゃあ行ってみていい？行きましょうか。なんか俺また燃やされてない？待って待って待って、また燃やされてない？俺ボギーして、おいおい、まずいまずいよ、なんだこれ。火入っちゃったあれやばい。ちょっと待って、なんかお、え、強ない？燃えるやつ来た、燃えるやつなんだよこれ。こいつが強いのよ。あ、まずい。いや、回復間に合うか。あ、つい。お、間に合った。おお、はいはい、もうただ復活します。おお、いいじゃない。あ、もう一回来るよ、満身しないで、ゆうすけさん。そう、さっきやられたからね。もう弱そうだね。これ、いいテーブル引いた。今なんか、カゴついてる、いける。この骸骨チェックいる。よよよよよよ、体力まだ大丈夫。お、なんかやばい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 、ね、なんか処刑人っぽいの来たね。ちょっとマナ稼ぎたよね、ボスが。これお姉さん、ローリングなんだっけ。ローリングね、L を押しながらどっかでした、ボタン。どこだよこれ。 A じゃね。 A、 あ、こうだ。ここに屋さんたらこれどうやって攻略するの。俺だったら一旦、まあ、1体ずつやりながらマナ回復もあってスピアで回復してって感じですね。ここ満身したくない。ま、満身ね、オッケー。これ一旦ちょっとゆっくりこう時間かけてマナ回復したい。今回のやっぱコーチング内容はこのマナの回復なんで。はい、もし、よし、行きたい。あ、オッケーオッケーオッケー。いいよ、X から入るよね。そうそうそう。体力満タン、体力満タン。そうそうそう。まだ行け、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 まだ。まあやっぱ XQ さん、ここまで来たら本当にもうワンステージやってほしいですね。第3ステージ僕いけるんで、これ本当に僕が進めていいんですかね。いいんだよ、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 自信持って進めていいんだから。じゃあ行きましょうか。これできればまだ全開ぐらいまで行きたいです。ああ、なるほど。あ、あ、これありがちなよくあるんですね。すいません、ちょっとこれ、これはもうダメダメです。うん、とりあえずかかっちゃいましょうか。こいつから、まあグアル系は結構あの、うん、近距離で打点出るので。グアル系なんだこれ。スタンジに辛いですね、この手前では。お姉さん結構逃げようとしてもついてくる。そうですね、ホーミングス厄介なんで。そうそう、車線切ってやっちゃいたいですね。そういう点全力投資したいです。全力投資。あ、なんかいいですよ。やばい、武器が。あ、ここは焦るしかないですよ。何これ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 。いいっすね、K
剣を捨て拳でいくってエクスキューザーのスタイルは悪くない。拳なんかスキルセット変わっちゃった別に、まあ、剣は必要ない。拳でいこうっていう、うん、いけるわ。剣を使うとか拳強いな。拳強いかも。あのワンちゃんこっち連れてきちゃえばもうワンちゃんワンパンです。まだいける。俺さ、いっちゃいます俺。うん、いっちゃう。これこれ拳で倒し大丈夫。魔法なんだけどこのゲーム。あ、もう一つついてますね。あ、こうだ。そうそう。おー、来た。いいよ、いいよ、いいよ、ナイス。さあ、これ一旦距離取ろうか。で、一旦したい、一旦したい、一旦したい。痛い、これ。ナイス。ローリングで頑張ってください。ナイス。こいつはローリング刺さりやすいので、挙動を見てローリングでいきましょう。全然ダメージ入ってないよ、そっちに。そうそうそう、いいですよ、いいですよ。ナイス。おぉ。よし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 。これでステージ2もなんとか。お、なんかいない。いる。タイマンですね、ここからは。タイマン硬いね。ちょっと、ドレインできないんだ。落下してあるのか。おおお、やばい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 。お、15分後、サバダウン。まだ時間ある。一旦こうスキル多めに吐きましょうか。スキル多め了解、はい、で、マナはむしろタイマンなんで回復しやすいって考えて、スタミナ重視の基本横乗り行くときはローリーして1切りローリーですよ。ローリーして、そで1回切ってローリー。そういうこと。これがこいつルートス回復。ナイス。マナーも大丈夫よ。準備してからって感じですね。お、いいね。もう殴りとくだね、これね。赤くなって、これ、光のスピア行きたいですね。栄翔キャンセルよ、取りたい。うるせえ。ゆっくりゆっくり。うるさいが出た。うるせえ。ギリだめ。ナイスガード。いける、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 いける。その顔、素晴らしい。これ、無理しましょう。いけ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 。ナイスこれ終わり。これ、はい、これで1サイクルが終わりましたね。いや、いい動きでした、最後、うん、洗練されて。やっぱ、鬼屋さんのコーチングがあってこそ、ね、いやいやいや、これは報酬に関してもね、あの結構強い敵と戦ったら、その分、報酬もいいものが出てくるので。あ、ベセスダニュース。さあ、ということで、いや面白かったっすね。面白かったっすね。いや面白かったっす、めちゃくちゃ。プレイしてみてどうでしたか、鬼屋さんは。やっぱ深みがありますね。深み、うん、なかなかでも自分でも強かったような敵がね、うん、ちょっと実力がね、かすかに足りないのかっていう時にやっぱこう友達にね渡したりしてできたりっていうのと、お互いにこう意見言い合ったりとかっていう、うん、非常になんか楽しめました。エクスキューさんどうでした。いや、まさか今日プレイしない予定だったんですけどそうですね、うん、まあブローの頼み、まあそうですね、ブラザーがね。でまさか本当に最後のボズまで行くとは、うん、そうですね。すごいいいアドバイスを、うんね、ちょっと途中で本当なんか一瞬うるさいなって思う時もあったけどね。シーンはあったんですけど、やっぱ、ね、うん、まあ、ブロのアドバイスが効いてすごい楽しめましたね。ああそうですね、はい、そしてですね、さらに今回はもう一つゲームをプレイしていただこうと思っております。はい、来た。アトランティックシティ、興奮と娯楽と贅沢詰まったこの土地。来るか。いやダメだ嘘打ってないや、打ってないや。そんなカジノ行くだけですやん。カジノさしてくれよ。今 X キーを召喚する。帰っていけないです。カジノね、ソフトライブ過ごしたい。うまい、いいよ。おかしいじゃん。